ちゃくちゃでかい、めちゃくちゃでかいハンモック。ついにふーちゃんとふみちゃんが同じケージで寝るのに挑戦する時がやってきました。そのためにこのバカデカハンモック買いました。じゃあ設置していきましょう。このデカさ、ケージ一面にハンモックで、ちょっと位置高いんですけど、ここにね穴があって、ここから多分登ってくれるんじゃないかなと。まああんまりくっつけたくない時はこんだけ広いから、こっち側に一人とこっち側に一人で寝ると思います。それじゃあね、二人とも今眠そうなんで、ケージに入れていきたいと思います。飼い主がいると寝ないと思うので、ちょっと離れて様子見たいと思います。